現在発表されている大雪注意報や着雪注意報について確認していきましょう。詳しい地点を見ていきます。まずは東京都です。千代田区、中央区、港区で大雪注意報が発表されています。港区、千代田区、中央区、港区などご覧の地域で大雪注意報が発表されています。続いて見ていきましょう。千葉県です。千葉市、銚子市、市川市などの広い範囲で大雪注意報と着雪注意報が発表されています。続いて神奈川県です。横浜市、川崎市、相模原市などの広い範囲で大雪注意報と着雪注意報が発表されています。続いて埼玉県です。埼玉市、川越市、川口市などの広い範囲で大雪注意報と着雪注意報が発表されています。この後は関東南部を中心に本格的な雪となり、15時前後が雪のピークとなる見込みです。夕方まで広範囲で雪が降り続き、千葉などは夜まで雪が残る予想になっています。この後最新の気象情報をご確認ください。またお天気アプリウェザーニュースでは最新の雪の予想がご確認いただけます。ぜひご活用ください。